こんばんは。レオナ・ペタス選手と、大岩選手の、試合を終えてですけど、まあね、昨日予想した、レオナ・ペタスの判定勝利っていうのは、まあ、当たったんですけど、まあ、それはね、俺神様でも何でもないんで、まあ、当たる時もあれば外れる時もあるっていうところでの、まあ、なんていうの、まあ、そこが格闘技の面白さというかさ、ってところなんですけど、まあ試合自体は、大岩選手がまあ3度目のタイトルですか、それでもうちょっとこう、なんていうのかな、勢いでガンガン来るかなと思ったけど、そうさせなかったのはね、レオナ・ペタスのうまさというか、難しさだったんでしょうね。で、タケルとの実現ということで、まあ、最後、マイクパフォーマンスありましたけど、これは熱いですね。いや、俺タケル乗らないかなってふうに思ったんだけどね。もうちょっとこうレオナ・ペタスにやらせるかなと思ったんだけど、これは激安ですね。いやー、面白いな。まあでも今日の試合見た感じだとどうかな、レオナ・ペタスとタケルのまだ予想はちょっとまだ後でじっくり考えようと思うけど、見た感じだと、レオナ・ペタスうまいんだけど、距離を詰められた時はちょっとね、あれかもしれないね。だからそこの圧力のあるタケルがどうあれだろうね、さばくかっていうところだと思うよ。あのタケルの圧力って言ったら相当あるから、下がらされちゃうだろうね、多分今の感じだと。タケル有利だと思う、今の時点ではね。今日の試合見る感じだと、タケルだいぶ有利だなって思ったね。どんな感じになるかっていうと、まあ、こういうふうに構えてさ、まあ、タケルがその前足でこうやってやるじゃん。でこうやってどんどんこうじわじわプレスかけていって、こういうやつ、あれが多分入ると思うんだよ。でレオナ・ペタスがこうなって食らって、でまとめてって感じだと思う。まだまだちょっと分かんないよ、時間かけてまあ予想するけど、今現在でやったら多分その戦い方になるかなって気がするね。って思いましたね。だからそのレオナ・ペタスと、まあ、タケルの試合がいつに実現するか分かんないけど、まあ、実現したらすごい熱い戦いになりますね。以上です。